MP-690 は、マスナガ、メガネ株式会社が、カズオ・カワサキ PHD ブランドで2000年に発売した、アイウェアの代表的なモデルで、現在も販売されている。工業デザイナーである、カワサキ・カズオのデザインによるもので、世界規模のメガネ展示会である、同年のシルモ展のサングラス部門において、日本メーカーとして、初めて金賞を受賞した。アンチ。 テンションフレームと銘打たれたシリーズの一つでフレームの歪みに対してレンズと動向の位置関係が変化しないような仕組みを持つサングラスフレームとして発売されたが通常のドハ入りメガネとして使用することもできるあたかも一本の細いワイヤーで製作されたようなシンプルなフレームとフレームがレンズに上部を貫通しているような他に類を見ないデザインが特徴 機能的、装着感、デザインに優れたモデルながらも2万円台という、手頃な価格、リムレスによる玉型の自由度の高さ、そして、レンズカラーの組み合わせで、同じモデルながらも全く違う印象になるので、複数所有するオーナーも存在する。2015年には限定モデルである、カズオカワセキエディションサーティス3作品を発売した。ありがとうございます。